何にもならない。今朝は変な夢を見た。若い子に勤めていた会社のオフィス。仕事中だがどうも電話がつながらない。役員や上司や同僚が次々と現れ、対応できそうもない指示や依頼をする。何時から会議するから準備してくれ。これからすぐ山に登ってくれ。このアルバムを見よ。すでに個人だったり、とっくに退職した人とか、タイトル戦に敗れたプロ棋士まで出てくる。そもそも会社そのものが倒産して現存しない。まあ、いかにも夢らしい夢ではある。しかし、つくづく思ってしまった。何にもならない仕事をしてきたものだな、と。給料をもらう言い訳みたいな、その場しのぎの、仕事とも呼べないような時間つぶしの数々。結局、何にもならなかった。利益は出ず、受注にもつながらなかった。なんとか成立した仕事にしても、さして社会の役に立ったとは思えない。なくても構わないような会社だった。そんなだから倒産したんだよな。しかしまあ、どうせそのうち、この地球だってなくなっちゃうんだよな。無駄じゃ無駄じゃ、まったく無駄じゃよ。そうつぶやきたくもなる。などと思いながらも、こんな何にもならなそうな打文とか書いてるし。